栃木の名店も訪れて美食を巡る立ち飯。栃木市津賀町霊平市街道沿いの鶴見食堂、創業は昭和39年、今年で創業55年も迎えます。親子3代続く変わらぬ味が地元の人々に愛され続けてきた老舗の食堂です。そんな鶴見食堂の看板メニューが、鶴見といえばカツ丼って言っていただけるくらい、どこか懐かしい昔食べた味にすごく似ているっていうので、来るお客様の、そうですね、9割以上のお客様が結構皆さんカツ丼を食べにいらっしゃいます。伝統の味カツ丼作ってもらいました。お肉を含めほとんどの食材が栃木県産、ボリュームたっぷりのロース肉のカツをサクサクとカットし、親子鍋へと乗せて、味の決め手は開店当初から継ぎ足して使い続ける秘伝の特製タレ、甘じょっぱくて濃いめの味付けです。濃厚な卵は秘伝のタレとよく絡み合います。ご飯にはふっくらもっちりとした西方産のコシヒカリを使い、カツ煮の味わいを引き立たせます。甘じょっぱいタレと肉厚なロースが食欲をかきたてます。口に入れた時に甘じょっぱい感じの味なので、食べ始めたら一心不乱に食べていただければと思います。昭和の時代から続く懐かしい味、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。